あらゆるスキーヤーを上達へ導くスキーの革命児登場、エスコート。エスコートのメインターゲットはズバリ初中級者です。あらゆるスポーツに共通することですが、ある程度できるということがそのスポーツの楽しさへの切符であり、スキー初心者でいうとパラレルターンになるでしょう。スキーが楽しいと感じるレベルまでいかに短時間で到達できるかがスキー指導の現場では重要です。今回はハの字滑走しかできなかった久しぶりの2人にエスコートでクイック上達を体験していただきました。一般的なスキー指導で行われている簡単なアドバイスだけで、滑走1本目のゲレンデ中腹ではすでに内スキーが同調し始め、ほぼパラレルのポジションが現れてきました。2本目にはターンスピードも変わり、パラレル操作での連続ターンへと変わっていきました。一般的にパウダーやオフピステ用のスキーというと幅広で長めのロッカータイプが常識的ですが、実際にそのようなスキーを使いこなせるのは上級者に限られます。テールの長さはターンの推進力を生むためには重要であり、浮力を得るためにはかかとからテールを雪の中に沈めてトップ部分を浮かせる技術が必要です。そのような技術を持たない人にとってテールの存在は深雪滑走を難しくするものです。エスコートは深雪に入るとテールの抵抗が少ないために自然とかかとが沈み、意識しなくともトップが浮いて操作しやすいポジションになります。したがってこれまで深雪に自信がなかった方も、そのままの技術でパウダー滑走を楽しむことができます。浮いているのにスピードが出にくいという感覚が楽しさと安心感を生んでいるのです。コブ斜面が苦手な方にとっても大きな効果があります。起伏の中でスキー操作をする際、十分な技術を持たない方にとってテールの存在は素早い操作の妨げになるとともに、たわんだスキーの反発がバランスを崩す原因になります。エスコートはテールの抵抗が小さいために素早い方向付けがしやすく、反発もほとんどないのでスキーに走られる心配が少なく、高度な技術を持たなくとも楽に滑ることが可能です。雪面をえぐるような正確なカービングターンや両スキーがきれいに同調したポジショニングをマスターしたい上級者にも効果が期待できます。微妙なウエイトのかけ方やすねの角度、前後バランス、エッジングからリリースへの基本動作など上級者になるほど自覚しにくい問題点もエスコートを使えば気づくことが容易です。さらに技術を高めたいスキーヤーにぜひおすすめしたい上達ギアです。初心者指導の現場でよく使われる生徒と向かい合っての後ろ向き滑走も非常に楽に行えます。はい、こちらですよ。はい、こちらね。はい、ここに乗りますよ。
170センチのレギュラースキーと比較すると、そのフォルムの違いがわかります。軽量であるため持ち運びも楽に行え、また乗用車のトランクに横向きに積むこともできます。はい、スポートを導入して、実際、レッスンで使っております。対象者は初級者から、2級程度の方までのところの対象者にとって、非常に多く使っている割合なんですけども、まずはテールが短いところがありますので、板でこう移動するときにまずテールが重ならない、移動の しやすさといったところがまず受講生に、ストレスを与えないということが言っていると、またその滑り出しのときに、テールの短い分だけ、テールの操作がすごく違和感なくですね、受講生が感じ取られてくれて、私たち専門家にとっては非常にこうパラレルに、最終的な目標はパラレルにさせたいという目標があるんですけども、受講生にとっては、ハの字で滑っている感覚がなぜかパラレルに見えていってしまうというところが非常にいいこうスクールマジックになってるんじゃないかなという感じがします。やっぱこのエスポートを使うことによって、内足の処理をどんどん積極的に受講生自身が行える、またその外足ベースのターンコントロールといったところが非常につかみやすいというメリットが、受講生にとってあるんじゃないかなということがあります。で、また1級からまたテクニカル、上級者ですね、カービングターンの中で、このエスポートを使ったパラレルスタンスをキープしようということも、非常にいいトレーニングになっています。その効果としてはやっぱり前後のポジションが非常に定まっているということですね。ぜひこのエスコートを使ってですね、受講者の方に、ストレスのないレッスンを進める上でもおすすめです。また私たちインストラクターにとってもですね、このようなショートスキーを使った、トレーニング方法も有効ですので、ぜひご活用ください。